こんにちは、マセン6494です。今回は107回薬剤師国家試験攻略メソッドの第10回マサモシの薬理の解説動画をやっていきたいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。問6問目。トロンボキサン合成酵素阻害薬は次のうちどれか。1番オザグレル、2番セラトロダスト、3番ラマトロバン、4番イブジラスト、5番スプラタストということですね。それでは早速やっていきましょう。1番が丸になります。トロンボキサン合成酵素阻害薬はオザグレルということですね。そして2番は×になります。セラトロダストはトロンボキサン A2 受容体を遮断し、トロンボキサン A2 による気道過敏性を抑制して気管支収縮を抑制するということですね。そして3番も×になります。ラマトロバンはトロンボキサン A2 受容体を遮断し、トロンボキサン A2 による血管透過性亢進を抑制するとともに、鼻腔抵抗の上昇を抑制するということですね。そして4番も×になります。イブジラストはロイコトリエン有利抑制作用及びロイコトリエン拮抗作用により、気管支収縮を抑制するとともに、血管透過性の亢進を抑制するということです。そして5番も×になります。スプラタストは TH2 細胞のインターロイキン4、インターロイキン5酸性の抑制により、IgE 抗体酸性抑制作用、抗酸球、浸潤抑制作用を示すということですね。はい。まあ、アレルギー関連は、まあ、基本的に、まあ、1問は出るかなというところですね。まあ、必須、理論、実践ともに出るかなと思います。まあ、どちらかというと、必須と理論どっちかかなっていうイメージだと思いますね。それでは次行ってみましょう。問7問目。適応菌種に VRE 及び MRSA がある抗菌薬は次のうちどれか。1番バンコマイシン、2番テイコプラニン、3番ホスホマイシン、4番ムピロシン、5番リネゾリドということですね。それでは答えに行ってみましょう。1番と2番は×になります。バンコマイシン、テイコプラニンは細菌の細胞壁合成のペプチドグリカン前駆体のペプチド C 末端のディアラニンと結合し、ペプチドグリカン合成を抑制することにより、細胞壁合成を阻害するということですね。そして3番も×になります。ホスホマイシンは UDP グル、NAC、エノールビルビン酸転移酵素を阻害し、ペプチドグリカン合成初期段階の UDP サイクルを阻害することにより、UDP-N アセチルムラミン酸の合成を阻害し、細胞壁合成を阻害するということですね。そして4番も×になります。ムピロシンは細菌のタンパク合成の初期段階で、イソロイシル、トランスファー RNA 合成酵素、イソロイシン、AMP 複合体の生成を阻害し、細菌リボソームのペプチド合成を阻害して、タンパク質合成を阻害すると、阻害ばっかだなってました。適用として、鼻腔内 MRSA の除菌に用いられるということですね。そして5番が丸になります。リネゾリドは適応菌種に VRE 及び MRSA がある抗菌薬ということです。まあ、抗菌薬、まあ、毎年のように出ますね。まあ、特に、こことかは、まあ、すべて出る可能性があると、必須理論実践ですね。あと、まあ、バンコマイシンは、病院に勤める方は、まあ、バンコマシン、テイコプラニンなんですけど、まあ、確実に出会うかなと思います。まあ、ホスホマイシンも、まあ、あるけど、まあ、バンコマイシンかな。まあ、超急接近、急接近、慢接近によって、まあ、違いは出てくると思うんですけど、まあ、理解しておく必要がありますね。実践の時に役に立つ知識になります。それでは次行ってみましょう。問い8問目、副作用としてビタミン B6 欠乏による末梢神経炎を発症する高結核薬として最も適切なものは次のうちどれか。1番イソニアジド、2番リファンピシン、3番エタンブドール、
4番ストレプトマイシン、5番パラアミノサリチル酸カルシウムということですね。それでは答えに行ってみましょう。1番が丸になります。イソニアジドは副作用としてビタミン B6 欠乏による末梢神経炎を発症する抗結核薬ということですね。そして2番は×になります。リファンピシンは DNA 依存性 RNA ポリメラーゼを阻害し RNA 合成を阻害すると、副作用として主に肝障害が挙げられるということですね。そして3番も×になります。エタムドールは結核菌の核酸合成ケロの阻害、細胞壁の合成を阻害すると、副作用として主に視力障害が挙げられるということです。そして4番も×になります。ストレプトマイシンの副作用として主に腎障害、第8脳神経障害が挙げられるということです。そして5番も×になります。パラアミノサリチル酸カルシウムは BABA に競合的に拮抗し、結核菌の葉酸合成を阻害するということです。まあ、少し前まで結核系は毎年のように出てたんですけど、まあ、近年だとそこまでという感じですね。まあ、結核自体が、まあ、発症している患者さんがそんな多くないっていうかなところかな。まあ、ただ、ポツポツと結核にかかっている患者さんが入院されたりするので、まあ、そういった時とかって、まあ、厳重に病室隔離したりとか多々あるので、まあ、そういったのもまだあるので、必須理論実践ともに、まあ、出る可能性があるというところですね。それでは次行ってみましょう。問9問目、神経筋細胞のグルタミン酸作動性塩化物イオンチャンネルに選択的に結合し、塩化物イオン透過性を高めて細胞膜の過分極を起こし麻痺させる作用基準を持つ抗寄生虫薬は次のうちどれか。1番キニーネ、2番メトロニダゾール、3番サントニン、4番メベンダゾール、5番イベルメクチンということですね。それでは答えに行ってみましょう。1番は×になります。キニーネは抗原虫薬であり無性生殖体には有効だが有性生殖体には無効である、また解熱作用があるということです。そして2番も×になります。メトロニダゾールは体内で生成したヒドロキシラジカルが DNA の二重鎖を切断することにより抗原虫作用を示すということですね。そして3番も×になります。サントニンは正常運動型から無秩序な運動型へ移行後に運動性を失わさせ、腸管前導により排出させる抗寄生虫薬であるということですね。そして4番も×になります。メベンダゾールは微小関係性を阻害することにより抗寄生虫作用を示すということです。そして5番が丸になります。イベルメクチンは神経筋細胞のグルタミン酸作動性塩化物イオンチャンネルに選択的に結合し、塩化物イオン透過性を高めて細胞膜の過分極を起こし麻痺させる作用基準を持つ抗寄生虫薬であるということですね。イベルメクチンって国内では承認されてないけど、海外とかでなんだっけな、コロナ関連で効く効かないとかうんぬんかんぬんで入院された方で飲んでる方いらっしゃったんですけど、すごく容量が多いですね。通常の寄生虫薬として用いるものより、これは国内で承認されてないので、出る出ないとかそういったことで言うと、出ないと思うんですけど、少し頭の片隅に入れておいてもいいかなと思いました。それでは次行ってみましょう。問い10問目ですね。心筋細胞膜構成成分のエルゴステロールと結合し、膜機能を障害する抗心筋薬は次のうちどれか。1番イトラコナゾール、2番テルビナフィン、3番ナイスタチン、4番ミカファンギン、5番フルシトシンということですね。それでは答えに行ってみましょう。1番は×になります。イトラコナゾールはラノステロールの C14 脱メチル酵素を阻害し、心筋細胞膜成分のエルゴステロールの整合性を阻害するということですね。
そして2番も×になります。テルビナフィンはスクアレン23、エポキシダーゼを阻害し、心筋細胞膜成分のエルゴステロールの整合性を阻害するということですね。そして3番が丸になります。ナイスタチンは心筋細胞膜構成成分のエルゴステロールと結合し、膜機能を障害する抗心筋薬であるということですね。そして4番は×になります。ミカファンギンは心筋細胞壁の主要構成成分である β13D グルカンの整合性を非競合的に阻害するということですね。そして5番は×になります。フルシトシンは心筋細胞内に取り込まれ、脱アミノ化されてフルオロウラシルとなり核酸合成を阻害するということです。はい、抗心筋薬ですね。まあ、すごく臨床現場でも心筋薬出るし、まあ、クリームとかね、出たりするので、まあ毎年1問出るかなっていったところですね。まあ、出てもおかしくない。必須理論かな。実践だとそこまで、って言った感じかなと思います。まあ、ただ、抗心筋薬とかって、構造式特徴的なものが多いので、そういったことで実践で出る可能性はあるかなとは思います。はい。ということで、今回は107回薬剤師国家試験攻略メソッドの第10回マサモシの薬理の解説動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは無償で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。マサ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。